ビューティー、はっきり言うとうちは東浜33と石川32次第なんですよ。東浜も志願のブルペン入りで答えた。予定を変更しカーブを交えて36球、指揮官の前で初日から猛アピールだ。国母監督は名前を挙げるとプレッシャーになるんでしょうけど、彼東浜と石川がやらない限りは勝てないっていうのがある。やっぱりそういうものが出端じゃないですかね、と目を細めた。石川も20年に最多ショート最高勝率のタイトルを獲得し、23年にノーヒットノーラン、共に実績は申し分ないが、昨季は東浜が6勝、石川は4勝にとどまった。それでも小久保監督が名前を出して葉っぱをかけたのは大きな期待の裏返し。開幕ローテーションは有原と和田が内定し、残り4枠については当然東浜、石川、大関、坂東、そこに大津が入ってきたり、そういうところが残りの4枠を争ってくると思う。まだ実戦が始まらないと何とも言えませんが、楽しみではあります、と競争を煽った。千賀がいなくなったからだろ。東浜ってそんなベテランやったんか。そらわいもおっさんになるわ。5年に一度くらいしかまともに働かないのに年俸だけ高いやつら。せやで、全くもってその通り。今年もダメそうやね。最近はハイムキック性失敗しまくりやな。石川なんてそんなに使う方が悪いとしか奇襲で出すくらいがちょうどいい。2人とも20勝ずつしてたら優勝してたから間違いないわ。東浜は指標を見たらそこそこ悪くないんやけどな。有原の運の良さが東浜にそのまま来た感じやった。でも山本と松井いなくなったから千賀いなくなった。去年よりは楽になるんじゃないか。ご視聴ありがとうございました。